都民ファーストの会都議会議員の茜久保佳代子です。新型コロナウイルス感染症に対する東京都や都議会の動きを、分かりやすくいち早くお届けしています。今日は、新型コロナウイルスに感染していることが分かった場合、その後どうなるかについて、お伝えしていきます。検査でですね、陽性が仮に判明したとしてもですね、残念ながら、全員がすぐ入院できるわけではありません。すでに都内の感染症に対応できるような病院の、病床、などはですね、キャパシティを超えてしまっています。ですので、重症な方を優先的に、入院していただくという仕組みをとっています。8割の方が、無症状とか軽症者ということに、なっている状況ですので、そういった方はですね、現在は、ご自宅にいていただく、自宅で待機をいただくということになっているおりますが、今後ですね、順次東京都が用意をしたホテルに移動していただいているところであります。その際ですね、感染された患者さん、この移送について、公共交通だとか一般のタクシーという、で移動するというわけには、いきませんので、周囲の方に感染を広げないような取り組みというのが、必要になってくるわけです。そこでですね、東京都は、気圧の、調整ができるような、特別な、車両、これを用意しまして、車の後部座席から、運転手席にこう空気が移動しないような、特別な車両を使うことで、感染を防ぐことをしています。この車両については本田技研さん無償で提供していただいた、いただいてます。ドライバーとしてやっていただくということになっておりますが、日本交通の方、だということです。本当にありがとうございます。まずはですね、5台から、準備して運用するということでありますけれども、今後より患者様増えていますし、ホテルでの滞在、療養していただくという方は多くなると思いますので、台数というのももっともっと増やしていかなければいけないかなというふうに思っています。患者さんのこういった移送にですね、ご協力をいただけるドライバーの皆様にはもう本当に心から感謝したいと思います。誰がですね、感染をしてもおかしくないこういう状況になってきていますので、皆様にもご理解ご協力を何卒よろしくお願い申し上げます。本日は以上です。